J リーグのディビジョン1、今日が第14節を迎えます。ブレイクが明けて今日が2試合目、大分トリニータ、そしてアルビレックス新潟ですが、両チームともにそのブレイク明けは勝っての今日のゲームです。九州石油ドームです。気温が26度一部あります。湿度が 80%、 なんとなく雨が降るような感じもありますが、さあこのゲームですが、解説が渡辺一平さん、実況上野明でお伝えしてまいります。渡辺さん、両チームともに長いブレイクがあったんですが、練習を積んできた、その後の再開後のそのゲームともに勝ったわけですね。そうですね、補強も見られましたし、この休みの間にしっかりとしてチーム作りをしてきたことが、ブレイク明けのゲームで両チームとも 2-1-2-0 と結果に出ましたからね、今日のゲームもやはりその勢いに乗りたいでしょうね。特に新潟は浦和に勝ってますね。はい、これは本当に勢いに乗ると思います。ホームゲームでしたけどね、2対1でした。新潟の場合、やはりアウェーでいかに勝ち点を積み重ねるかっていうのは今シーズンの課題だと思うんですよ。さあ、その新潟、キーパー北野です。ディフェンダーが2番の三田、19番の貝本慶治、26番中野、5番の梅山、ミッドフィーダー18番鈴木慎吾、8番シルビーニョ、16番寺川に9番ファビーニョ、フォワードは11番矢野と10番のエジミソンです。左のこの黄色い色、これがイエローカード累積です。中野が今3枚もらっています。そういった意味ではこのチームも勢いがあります。控えは野沢、藤井、内田、松下、そして田中敦夢、岡山、中原入っています。内田、松下もある意味ではこう新しい顔ということになります。鈴木純監督、気を良くして今日のゲームを勝たなければいけません。一方の大分トリニータ、キーパー西川です。ディフェンダー2番三木、4番の深谷、22番の上本です。中盤には17番根本、5番のエジミウス、11番トゥーリオ、20番高橋、そして21番の梅崎、フォワード13番高松と8番の松橋です。シャムスカ監督、このチームを率いますが、深谷、エジミウソンが今3枚の累積になっています。この J リーグディビジョンは4枚で次が出場停止になりますから気をつけないといけません。控えが下川、福本、梅田、西山、ラファエル、そして内村、山崎、このラファエルが新しい顔になりますね。はい、そういった渡辺さんの話があったように、新戦力も入ってという、そしてブレーク後の再開ですから、ある意味では新潟も4位で、そしてこの大分も今第8位ですかね、そういう場所にありますから、一つ一つを大事に戦いたい。主審が吉田さん、副審が唐木田さんと二俣さん、第4審が小川さんです。この4人の審判でゲームが行われます。多少蒸し暑さは出る、そしてまたこの九州石油ドームは多少壺型といいましょうか、これね、蒸すような状況にはなっているんですよね。そうですね、非常に雨が多い季節で、なので、選手コンディション、あとピッチコンディションもそうですけれども、非常に戦いづらい季節ではあるんですけどね。そうなんですね。ただやっぱりこの7月、8月、これをどういうふうにこう乗り切っていくかですよね。はい、その分に十分ね、休養は取れたと思うんですよ、このブレーク期間中にね。そして各選手ともにやっぱりワールドカップを見ながら、いろんなこう頭でイメージを描いて、でこのやっぱりゲームでも出そうというのはあるでしょうね。もちろんあるでしょうね。日本代表も体制が変わりますからね。そうですよね。もうアピールは始まっていると思います。そうでしょうね。オシム監督、そしてまた反町監督、アンダー21、この辺のやっぱり目がどこへ持っていくかという、そういった注目点もあります。ですからこの両チームにももちろん若い選手がたくさんいるわけですから、その辺も注目をしていきたいところですが、さあ前半の45分のスタートです。大分新潟の一戦です。両チームともにセレッソに勝ったこの大分、そして浦和に勝った新潟という、そして迎えた今日のこの14節。ただ新潟もよく見たほど4位にいるんですよね。そうですね、本当にね、ディフェンスといったところの不安であったりだとか、あと補強というところで外国人がしっかり仕事をするようになれば、攻撃はやはりバリエーション豊かですからね。長いボール1本出ました。おっとシュートきました。8番の松橋が行っています。クリアミス、これ返そうとしてますかね。ちょっとピッチがぬかるんでいて滑ったかもしれませんね。今ちょっと屋根は開いてるんですが、曇り空、そして雨も落ちてくれば当然閉まったりもするでしょうし、ピッチの状況としてはそんなにこう良くないということですよね。はい、これはしょうがありません。ここはファールになりました。この再開をして、そして一つが終わって今日が14節、どうしても上位3チームという川崎、そしてガンバ、浦和という
なんかこの優勝争いという目で見てるんですが、新潟も今23で川崎の30ですから、まだまだ先長いし分からないんですよね。分かりませんし、混戦ですから、毎節毎節、この順位間では、思っちゅうてきたシュートになりました。ここはキーパー取ります。本当1試合1試合の結果で順位が目まぐるしく変わりますからね。そうですね。で今日のゲームも4位8位と、はい、順位の差はありますけれども、はい、まあ8位の大分が勝てば得失点差でも上に行きますからね、新潟よりも、はい、そして今打ったんですが梅崎、はい、これ渡辺さんちょっと注目したい選手なんですね。そうですね、今シーズン吉田が F マリノスの方に移籍して、そのトップ下といったところ、まあ、マグノアルベスの抜けた穴というのも一つ、課題ではあったんですけれども、はい、これ若い選手、松橋を含めてね、若い選手がしっかり今シーズン結果残してますよね。それとまあ19歳ですから、当然やっぱりアンダー21というのを考えたら、はい、まあ、反町監督の目に留まればということはありますよね。はい、しかしまだ若い選手ですから、はい、こういったゲーム、国内リーグ、リーグ戦を一試合一試合紹介していき、経験を積むってことがね、はい、これから先のステップアップにつながると思うんですよね。まずやっぱこうチームでね、はい、どのくらいパフォーマンスを見せるかということでしょうからね。さあ新潟攻めて2名攻めてます。10番のエジミウソン、23歳です。見た目よりは年が若いということの選手ですが、スピードがあります。今のドリブルがこのまま注目になります。もう一回来ました、ジミンソン、ボールは出ています。スローインです。白いユニフォームのアルビエス新潟、そのスローインです。ここがキーパー取りました、西川。この西川の変わった19歳ですよね。いやもちろん注目されると言います。20歳ですか、世代ですからね、はい。ですからこの20歳の西川と19歳の梅崎というこの2人がまあちょっとこう注目点になります。このゲームの見どころポイントはどこになりますかね。やはり先ほど試合前からも触れているように、両チーム前節その再開明けのゲームをいい形で勝っているわけですよね。ホームアウェーの差はありますけれども、やはりやってくるサッカーは一緒だと思うんですよね。自分たちのサッカーをし、相手のやはりストロングポイントをいかに抑えるか、そういったところでやはりゴール前点が取れてますからね、両チーム。オールとチャンスになった。ここから入っていきますが壁があります。攻撃陣が両チームとも2点としっかりと結果を残していますから、はい、そういったところでやはりその攻撃陣をいかに抑えるか、それはもう本当最終ラインのだけの守備だけではなく、中盤から前線からそういったところ連携というのも必要になりますから、なのでその組み立ての段階、ビルドアップのところで相手のいいところを消すことができるか、はい。でセレッソに2対0勝った大分もやっぱりシャムスカ監督も言っているのは、やっぱりその中断期間中、あのディフェンスラインの連携、あるいはこのポジショニング、これが非常に良くなったという、でまたあのディフェンスラインからの攻撃のスタートが非常に良くなったということを言っていますから、まあ、やっぱり後ろから、ね、形を作って前に進むということでしょうし、はい、まあ、そしてワンタッチでのボール回しのトレーニング、これを非常にたくさんやってきたという話もしています。さあここはスリングから入ってくるとクロスはクリアボールになります。まあ、それと各選手も暑い中でありますが、やっぱり動き回るというのがやっぱりオシム監督に目に留まるわけですから、もうそうですし、動くサッカーですよね。やはりワールドカップを見ても選手それぞれは感じていると思いますね。まあ、あの長い戦いではあったんですが、まあ、日本代表は残念ながらリーグで負けていますが、まあ、最後でおそらく選手を見ているでしょうし、いろんなヒントがたくさんやっぱりあちこち散らばっていったわけですよね。はい、もうもちろん戦術がどうのこうのというよりも、やはりそのサッカーの基本である走る蹴るは止めるですよね。そういったコントロール一つ一つの大切さというのがもちろん痛感していると思うんですよね。はい、鈴木純監督、この白いユニフォーム新潟になりますが、今高いボールがあります。で新潟もイメージ的には推進後の左サイドが絶対だと思っていたんですが、ちょっと変わってるんですかね。そうですね、ファビーニョも左に流れてますから、どちらかというと立ち上がりは推進後は右サイドに流れる、もしくはサイドに張るタイプではないですから、2トップにいかに近いところでプレーできるか、これも両サイドに求められるポジションだと思うんですよね。で、まあ、固定というよりは確かにポジションを変えますからね。はい、レモンと、そしていいボール、はい、松橋貴文さん、いかにボールを打てるか。ここからあと右へ出さないか。終盤の攻防、もう一回大分です。
行って、いいボールが行ってシュートになった、まあ、一つの狙いどころなんですが、高松のヘディングシュートになります。左サイド根本からのクロスなんですけれども、ルックアップし前で蹴れる状態になった時に高松いいタイミングで入ってきました。マッチアップしてた貝本も、まあ、高さには自信のあるセンターバックなんですけれども、であれだけ走り込まれてヘディングされてしまうと、はい、体を当てるしかないですよね。高松は今3点を取っています。松橋が4点です。今シーズン高松もこの前で張るタイプではないんで点数的にはちょっと少なくなるんですが、キャリアハイというのもこれ8点なんですよね、はい、もっと取ってほしいなという気もするんですけどね、まあ、そのキャリアハイというのも昨シーズンまでは途中出場というのは非常に多かったわけじゃないですか。で今シーズンはコンスタントのこの高松であり、はい、この松橋この若いツートップというのが結果ここまで4点3点と結果出してますよね、でプラスアルファ梅崎の3点ですからね。6試合3点ですけどね、はい、まあ、特に梅崎あたりは大分のやっぱアンダー18からですからやっぱり大事にしたい選手ですよね、はい、アンダー19の代表選手でもあります。深谷右サイド中にボールが入りました。深谷三木上本の3バックになります。その前には根本がいます。そして右の高橋通路エジミエソン、トップ下梅崎、長いボール高松が当てますがクリアになりました。逆へ振りました。長いボールが1本出ます。速いボールが出ました。面白いボールですね。いいタイミングですよね。高さのある高松がすっとフォアサイドに流れた、はい、ニアの空いたスペースに走り込んできた、三橋が来ると、はい、狙っていったら高橋も良かったわけですね。そうですね、意図したボールだと思います、はい、22歳です。福岡大の出身です。この高橋非常に攻撃的なアグレッシブなプレイヤーです。0対0焦っていきますが、11番矢野がいました。矢野エジミウスも面白いんですが、まだやっぱりこのフォワードがしっかり打てるような状況は作れていません、新潟。さあそして、うん、ここダメです。これのプレスがやっぱりいいですね。ディフェンスのボールに対する寄せは非常に早いですよ ね。1対1の局面で無理に飛び込むのではなく、はい、アプローチに行くのではなく、ある程度前を寄せた場合に中盤とのサンドであったり周りの選手とのこう連携によるディフェンスですよね、まあ、さっきも言いました、やっぱりシャムスカ監督がその中断中に作り上げてきた強化した点でしょうね、これね、はい、いやもちろんディフェンス守りにしてみればそういった遅らせるだったり基本なことなんですけれども、このピッチに立ってしまい相手の出方であったりどうしても余分な情報が入ってくるので、ね、はい、頭でっかくと言いますか、こうなんかいつも思っているようなプレーというのはなかなかするのは難しいんですよ、情報あるいはその今渡辺さんおっしゃるように頭に詰め込む量、情報量、まあ、たくさんありますし、本当にやっぱりワールドカップあたり見ててもイメージは本当に膨らんでいくんですよね。で実際このピッチの中でどのくらいこう、ね、自分で実践できるか、うん、そのイメージをたくさん持っていいと思うんですよね、しかしその瞬時の判断の時に何を選択チョイスするかだと思うんですよ。クロスはボールは出ていないか、高橋がうっと倒せた格好でしょうか。梅山梅山が行きました。梅山も32歳と経験豊富ですが、福岡 FC 東京、ヴェルディ川崎、湘南、新潟、まあ、いろいろこう、ね、あちこちでプレーをしていますからいろんなことは知り尽くしている選手です。ただこの位置ですね、大分のチャンスになりますが根本のボールセットします。左45度いい角度です。イメージはもちろん中にターゲットはいますけれども、はい、ゴールキーパーに向かって速いボール、北野に対して速いボールじゃないでしょうか。深谷が上っています。高松います。どこへ持っていく、おっと面白いボールだ。キーパー弾きました。北野、まあ、根元らしいキックですね、はい、正確ですから ね。今からプレスキックはね、まあ、根元も7月の21日の生まれ、昨日誕生日でした。25歳になっています。ベースに行きました。新潟
の10番もエジミウソンですが、この大分の5番もこのボランチエジミウソン、そしてトゥーリオというこのダブルボランチ、この辺やっぱりしっかりしてるんですよね。うん、まあ、流れによってはゴール前にも飛び出していきますし、なおかつ時間がかかって中盤でボールをキープしているときに、先ほど左から右サイドに大きな展開ありましたけれども、その一本のパスで局面を打開といいますか、変えられるっていうのは本当に武器だと思うんですよね。はい、そういった意味でもエジミソン・トゥーリオのこのダブルボランチ、センターのところでの中盤外国人2枚っていうのは非常に大分にアクセントを与えています。高橋が行きました、持っていきます。うん、いい守備だ、タッチを割りました。この右サイド非常に果敢な動きを見せています。22歳高橋、ファビーノが左サイド、高橋とのマッチアップです。激しいプレー、21番が梅崎です。12分が過ぎていますが、渡辺さん、まあ、はい、流れ的にはやっぱり大分の流れと見ていいんですか。で、攻め込んでボールをキープ、ポジション高くゲームを進めているのは大分だと思います。で、新潟も本来であればその守備の意識の高さ、自陣からボールを奪った後両サイドのスピードであったり前線のエジミウソンのスピード、はい、そこを生かしたいんですけれども、まずマイボールになった時に遅らされているんですよね。で、有効的な形でもサイドを使えてないんですよ。で、両チームが 3-5-2-4-4-2 とシステムの違いといったところで、何かこう新潟にとってやりづらさというのが見えますね。だから、ね、今これ左サイド5番の梅山行ってますが、梅山、三田が両サイド、この辺がまたいかに上がれるかというのがポイントなんでしょうけどね。しかし、今まだそういった状況は作れていません。そうなんですね。まあ、立ち上がるということもかなり影響しているとは思うんですけども、いわゆるアウェーの戦い、多少様子見てもあるわけですね。相手の出方ですよね。はい、まあ、そこも、マッチアップの駆け引きだとは思うんですけども、ふっと笛が鳴ってフラッグです。オフサイドです。エジミルソンもまだ仕事はできていません。昨シーズンは18点を取っている選手です。まあ、今シーズンはジメソンは5点です。6試合の5点、まあ、中盤からフォワードは全て点を取っているこの新潟です。まあ、ここでボールを取った後にどうしていくかですが、まあ、シルビーノの加入も非常に大きなこの新潟です、戦力です。右足のセットプレーというのも武器ですし、ですよね。あと今のように、まあ、前線の選手には通りませんでしたけれども、はい、彼もやはりボランチのポジション中盤のちょっと低い位置からでも一本のロングパスで、非常に効果的なサイドチェンジもできますしね。はい、まあ、仙台4シーズン、まあ、その実力というものはもちろん折り紙付きなんですが、ここは追いつくか、ジミオさんが打ちました。もちろん90分走れる、まあ、走り回るだけのこのスタミナも必要ですが、ただやっぱりこの蒸し暑さを考えればどこかで多少ペースダウンというのも必要かも分かりませんが、だからそんなこと言ってたら牛も目には止まらないことになりますからね。うん、しかしそういった駆け引きは必要ですよ。はい、左コーナーキックの根本が行きます。鹿島、セレッソ、仙台、そして大分、3シーズン目、このキックは非常に正確です。根本、ニアサイド、おっとシュートだ。おお、ニアで高橋が打っていきました。左足、難しいボールですけどよく左足に当てましたね。あれ、ディフェンスではちょっと反応できないですね。おお、プレッシャーはかけにいってるんですけどね。まあ、一つ見せ場を作りました。なかなかでも高橋もこの前半ここで目立ってますよね。いや、本当右の高橋、左の根本と、タイプの違う両サイドが、そこにボールを集めて、そこからやはり攻撃の起点というのがしっかりできていますからね。だから逆に言えば新潟はやっぱりそこをやられてしまってるわけですよね。で、そこを警戒するがあまりマッチアップのファビーニョであり鈴木慎吾あたりもそれほど高い位置でプレーといいますか、そこで起点を作られた時にどうしても戻らざるを得ないわけですよね。推進後だって出てこないですよね。触れませんね。ここで長いボールを1つ打てます。矢野が打っていきます。22歳です。
レースの3シーズンでした。まあ、矢野という選手も185ありますし、まあ、戦力としても非常に大きな戦力、高さのみならず足元も非常にいいですし、まあ、スペースの走り込みも持っています。だから本来これジムソンとのツートップというのも面白いんですけどね。面白いですね、で上背もあるんですけれども、はい、しっかり足元でボールもらえるタイプですから ね。それなの、寺川ですが、寺川と尻指の、まあ、形の上ではボランチ的な位置になるわけですよね。攻撃に入った時には、はい、ここがやはり縦の形、中盤がダイヤモンドの形になりますね、ひし形に、はい、こうやって大分ペースでゲームが進むことによってやはりずるずる引いてしまう傾向もありますし、はい、なるべくダブルボランチがディフェンスラインの近く前で我慢できるかだと思うんですよ。スペースありますよ。やっと長いプレーです。高松今もいい位置でバイタルエリアで、まあ、前線からの守備でボールを奪いフィニッシュまで持っていきましたけども、センターフォワードである高松が中盤 1.5 列の位置まで引く、で前線の選手が足りないのではなくそこに対して梅崎であり、ボールサイドには松橋であったり、こう流動的なポジションチェンジ、特にこう前線の3枚ですよね、ここのマークを新潟の最終ライン4枚もしくは中盤と含めてマークの受け渡しというのをもう早い時間帯でしっかり確認は取りたいですよね。まあ、新潟も前節は浦和に2対1の勝ちで、まあ、ホームゲームだったんですが、まあ、鈴木監督は多少プレッシャーをしっかりかけて守備をしていこうという、まあ、そういった形で臨んだという、まあ、それが功を奏したわけで、まあ、今日あたりもはもちろんこれアウェーになるわけですから当然そうなるわけですよね。しかしそんなね、アウェーだとかそういう戦いっていうので、ね、意識をして守備の意識ってないと思うんですよ。そうですか。もちろん攻め込まれているシーンはありますけれども、新潟ここまではやはり J1 が上がってからの戦い見ててもやっぱり守備のところで課題がある、なのでどうしても守らざるを得ない、しかし守った後の、奪った後の攻撃ですよね、主から攻への切り替えのところで点が取れてますから、まあ、これが一つの新潟のサッカーと言っていいと思うんですよね、はい、前節に関してはとにかく選手が90分間ボールを追ってくれた、そして勝つんだという意識が非常に高かったという話をしています。ただ途中足がつった選手もいたそうで、はい、やっぱこの辺のスタミナもっとやっぱりたくましいチームを作りたいなということも付け加えてますよね。そうですね、まあ、反町体制から鈴木体制に変わり、はい、しかしその新潟がずっと J1 で頑張ってくれたのも90分間走り抜けるだけの選手が揃ってましたよね、いやだからスタートして、ね、第6節終わった中で13位でしたよね、はい、2勝で3敗の1分け、ちょっと厳しいなということだったんですが、その後やっぱりいいんですよね。いいですね、7節から負け1つだけですからね。さあここはシリビーニが行きます。そして貝本刑事が上がっていきます。神戸名古屋でプレーをしていました。昨シーズン新潟にしています。貝本ここの、まあ、キックの精度も高いものがあります。エジミヨソンゴール前だ、と打てない、クリアです。そしてここは西川行きました、前に出ました。そして高松、さあここからまた繋いでいくのか、気づいてませんよね選手はね、はい、これセンターバック倒れてますけど、ここはボールを出しています。深谷です。まあ、攻めに入った時は味方の選手がディフェンス倒れていても、まあ、行っちゃいますよね。21番梅崎、長崎の出身です。ドリブラーアンダー19の代表選手です。まあ、昨年は3ゲームだけだったんですが、まあ、今週も特にこうゲームの数は多くないんですが、これからおそらく後半戦は随分出てくるんでしょうね。いやもちろんこの3枚がしっかり結果出してますからね。そうなんですよね。ただ各クラブを見てもやっぱり若い選手って非常に出てくるようになりました。非常に楽しみです。さあここは鈴木慎吾行きました。鈴木慎吾もう一回もらうのか、前出ますがクリアです。深谷クリア、おっとこぼれています。いいですよ、シュートってきた、エジミューソン。いや今のシュートもブラインドにディフェンスがなったので難しいシュートでしたけどね。西川ナイスキャッチです。西川の安定度は随分やっぱ増してきましたからね、はい、
で今の新潟の攻撃、右サイドからの起点の攻撃なんか見ても中にボールが入ってた時にスーッと置いた3バックが真ん中で門を閉めるわけですよ。でしかし最後シュートを打った時はエジミューソンが左サイドの空いたスペースでボールをもらった。そういった相手を一度門を閉めさせておいてサイドの起点を作る、それもどんどんこれから先、まあ、するといいますか展開的には必要な形だと思うんですよね、はい。だから中に入ったりそういう意識を持ちたいわけですね、はい、一旦外に開けばチャンスは生まれるという。そうですね、はい、高松激しいチェックになっています。ボール当てていない、いません。22分が過ぎています。まだ0対0です。深谷3歳です。安定したプレーを見せます。ハードバンカーです。胸で落とす、そして一旦下げますが、さあここから新潟がどういうふうに攻めていくのか。これはタッチを割りました。攻めあぐんでいる感じあります。シルビーニョ、シャムスカ監督です。新潟も奪った後、自陣でボールを奪った後、はい、フォワードのエジミューソンがボールサイドに顔を出してそこにはボールを当ててるんですけれども、落としたボールに対してやはりパスコースがないんですよね、はい、落としてもらった選手、やはり中盤の選手の展開がやはり時間がかかってしまっているので、すーっと大分が中盤から最終ラインと人数をかけて守ります、はい、大分もまあ連勝というには間が空いてしまっている連勝ではあるんですが、今3連勝中です。エジミソン、難しいですね、プレスで。今の深谷の対応もね、はい、もっと寄せてアプローチに行きたいんですけれども、はい、落ち着いて中盤とのサンドを待ちましたよね、最低のやはり前を向かせないディフェンスですよ。あ、中はダメです。だからいわゆるあの段階で渡辺さん言うように門が閉まるわけですね。そこを出してもやっぱり仕掛けちゃうわけですね、はい、スペースでもらう選手が非常に新潟の場合多いですから、そうなった時にそのもらうだけのスペースがない分、足元足元のパス、はい、となればやはりディフェンスの狙いはしっかり定めやすいですよね、うん、まあ、24分おっとチャンスだった。なんとか出す、しかし左サイド、ここからクロスが1本入っていく、そしてイブライタシュート、入りました、入りました、エジミューソンです。いいタイミングでしたね。大分のエジムソンが1点を取りました。先行です、大分トリニータ。あー、左からいいボールがありました。その前の松橋がペナルティーボックスに入っていくボールのもらい方、はい、でそこで詰まったのでもう一度外に出した、で梅崎からのクロス、そこでも時間をかかるんですけれども、長い距離を走ってボランチの位置から今のようにエジミューソンが飛び込んでくるんですよ。フリーです、完全にフリーですもんね、突き切れてませんよね、このクロスもいいボールになりましたね。いいボールでした、よく見てました、ね、え宮崎、これはですから大分から言っても非常にいい形を作っての1点ということが言えます。エジミューソン、まあ、納得の表情です。当然なんですが、今シーズンのこれ初得点になりますね。日本に来て2点目、24分の先制点です。ここは引っ掛かってしまいましたが、イエローカードですか、1枚出てしまいました。トゥーリオにイエローカードです。累積、これがトゥーリオ2枚目になります。さあそしてフリーキック、今度は新潟です。クロス、はい、まあ、大分としても攻めながらその中で1点を取ったわけですから、非常にこういい1点ですよね。そうですね、自分たちのペースでゲームを進めながら、その時間帯に点が取れるというのは理想的だと思うんですよね。やっぱりイエローカードですね、2番の三田がいますが、まあ、こちらは2番の三木なんですが、ここですね、この2番の三田、ここにイエローカードが1枚出てしまいました。
埼玉の移籍2枚目になります。カードというのも1枚で出すと意外とこうポンポンと出る可能性ありますから、今回のワールドカップも本当にこうカードという意味ではね、多かったですね。多かったですね。まあ、制限も今までのワールドカップよりもかなり厳しくはなりましたからね。ただまあ日本の上川さんというのは我慢もしてましたしね、いいジャッジだと思いますよ、はい、我慢も必要ですよね。確かにね。さあ松橋が行きます。23歳、この人も長崎出身、まあ、出身は目先と同じです。6年目、非常にスピードがあります。去年が10試合で松橋になりますが、まあ、出ればやっぱり結果出してくれる選手だと思うんですけどね、はい、途中出場で、まあ、ずっとこの大分でプレーしてるんですけど、はい、J2 時代からね、途中出場でもなかなか決められなかった、しかしコンスタントに試合出れるようになってから、まあ、結果を残すことができてますよ ね、はい、ね。鈴木純監督です。なのでまあマグノアベス吉田抜けた穴というのも十分にこの若い3枚で埋めることができていると思うんですよね。そうですよね。いつかそういった時期でチームは乗り越えなきゃいけない時期が来るわけですよ、はい、なんか取るのは簡単だと思うんです。育てるのはやっぱり難しいですから。難しいですね、我慢も必要ですから、ね、はい、クリアです。新潟は別に慌てることはないんですよね。時間、そうですね、まだ時間もありますし、はい、しかしちょっとこの立ち上がりから何度かあったその両サイド、ファビーニョであり鈴木慎吾サイドでボールがもらえない、なおかつエジミューソンにボールが入ったとしてもそこからの展開がないので、はい、そこはやはり後半に向けても残り時間早い間に修正したいですよね。なんかここまではまあ、新潟があれば絶対的なシーンはあそこだけですよね。推進が持って中に入れてで話があったように門を閉められた時の左サイド、はい、でエジミューソンがフィニッシュまで持っていきましたよね。あれが一番いい場面でしたよね。いい形でした、はい、ペナルティーボックスで、まあ、それ以外に仕事をさせてもらってませんよね、はい、梅崎167センチです。面白いボールが1本出た。ドロップできないか。まあ、わーっという歓声が上がるプレーですね。確かにね、高松が引いてのディフェンスですからね、前線2枚しっかり残ってます。この3枚のコンビネーション非常にいいですね。サイドを変えて右から展開です。上本が出します。上本は24歳です、まあ、岩田で3シーズンプレーをしていました。昨シーズンこの大分に来ています。14試合、まあ、非常にクレバーなプレイヤーです。飛ばしシュート、でも簡単には出せません。体を張りました。2番の三木です。ここはイエローカードが出ていますが、激しい当たりだったですかね。矢野が映ります。まあ、29分ですが、この矢野に対する、まあ、イエローカードというとなりましょうか。本当ゲームが動いてからちょっとカードが多くなってきましたね、はい、矢野は累積これが2枚目になります。矢野もそうですけれども、エジミューソンもこの2トップはボールがなかなか入ったとしてもそこで起点ができない、はい、エナゴスシュートも打てない、フラストレーションがたまる時間ではありますけどね。我慢ですね。我慢ですよ。キーパー西川、西川も去年が21試合、まあ、昨シーズンあたりから、まあ、この停止といいましょうか、いいプレーが目立ってきました。自信を持っています。これは裏出ました。エジミューソン機械がマークに行っています。エジミューソン矢野手を挙げていますが一旦落とした。もう一旦面白い。簡単にはしかし上げさせません。通量が体を張りました。5番の梅山、
間はかかりましたけれども、はい、今もやはり真ん中からサイドへの展開、そこはやはり続けるべきだと思うんですよね。ファビーニョがいます。エジメソン、そして矢野、身長があります。そこを狙うか、ゴール前に上がるか、クリア。ここも体を張ります。だから体を張ったプレーといいましょうか、簡単にここ上げさせないという、それも今高松のディフェンスですよね、はい、なのでもう本当に守るときは流れの中では別ですけれども、はい、今セットプレーで高松前線からじりじりに戻っているわけですよね、そうなったときに一度ゲームを切るまでの守備の位置の高さですよね。得てしてこういったフォワードがディフェンスに戻ったときにマークをぼかしてしまうということが多いわけですよ、根本はまだ立ち上がれませんが、茨城出身は4月の21日の誕生、25歳になりました。174センチです。鹿島、セレッソ、仙台、大分、3シーズン目。根本あたりも左サイドはある意味こうスペシャリスト的な存在ですから、キックも持ってますし、まあね、あの新体制の日本代表というのもどっかにこう頭の中に入れてね、プレーをしてほしい選手ですよね、うん、まあ、しかし若返ったこの大分に対して、根本自体 もう中堅からベテランに下がるわけですから ね、まずしっかりチームで結果を残す、これがもう大事だと思います、はい、まあ、25でも中堅になっちゃうんですよ ね、 ですよね、非常に若いですからねこれね、30代というとエジミューソン、トゥーリオというこの外国人2人だけですもんね、はい、確かに日本人選手はこの大分は若いという選手になります。日本人の最高がミキの27ですからね。あ、ミキも明日誕生日で28になりますね。こういった中盤でのボール回しで簡単にボールは失いませんね、はい、長いボールキーパーです。北野、北野は23歳、北海道出身です。だからやっぱりシャムスカ監督 の、まあ、そのいわゆる中断中の強化という話もさっきしたんですが、やっぱりいい仕上げをしてきてるんですよね、はい、でもちろんそのディフェンスの強化といったところに取り組んだと言ってましたけれども、はい、中盤でマイボールを簡単に失わなければ、まあ、ある程度人数をかけて守ることができるわけですよ、でここぞさあ仕掛けに入った時のそのパス中盤でのボール回しの間で引っかかってしまうとカウンターであったり自分たちのバランスを崩す原因になるんですよね、まあ、よく攻撃は最大の防御を言いますけれども、はい、まずボールを簡単に失わないというので、まあ、チームは今日はここまで機能はしていますね。ファビーニョ、深谷が来ました。ファビーニョ入れた、あっとチャンスか、もうちょっとですけどね。ファビーニョからエジミューソン、まあ、しかし今のも左サイドファミリーの持ち味ですよね。ディフェンスとの1対1で抜き切る前のクロス、そのタイミングでゴール前エジミソンも飛び込んできてますから、まあ、よくディフェンスが体を張ってここを防いだと言っていいんじゃないでしょうか。ファミリーも2002年は大分ですよね、はい、2003年からこの新潟でプレーをしています。新潟としたら今のような形だと思います、はい、相手が戻りきる前にサイドを来てもしくはフォワードに入れた時点でサポートが中盤がいかにサポートできるかだと思うんですよね、はい、残り10分です。1対0、24分にエジミューソンが1点を取っています。さあここはチャンスになります。中入れた、おっとこぼれてシュート、松橋が決めました。ある意味ではごちそうさまという感じだったんですが、しっかり決めていきました。2対0です。いや今のクロスは中の高松に合わなかったんですけれども、無理な体勢でディフェンスがクリアしたことによってあわやオンゴール、バーに当たって跳ね返ってそこをしっかりいましたからね。フリーな状態で松橋に落ちる、あ、これは突きもあったとは思うんですけどね。こういったもんなんですよね。エジミューソンから、うわー確かに危ない、でここで入れました。ただ、まあ、松橋もしっかり準備はしてましたね、はい、完璧なゴールですから、ま
松橋のポジショニングというのは、はい、高松に合わせたボールのセカンドボールに対して飛び込んでいこうというタイミングだと思うんですけれども、はい、まさかこのような形で自分の前にボールが来るとは思わなかったでしょう。意外と慌てるじゃないですか、そういう時って落ち着いてましたよね。だからまあ今話があったやっぱり高松から言えば多少こう衛星気味に回るわけですから、そういった心の準備は常にしてるわけですよね、はい、でやはりそういうボールが転がってくる、自分の元に来るっていうだけそれだけいいポジショニング取れてると思うんですよね、上本エジミューさん。何か言いましたかね。先ほどの矢野貴章といい、うん、エジミューソンというフラストレーション溜まってますね、上本、まあ、上本も今シーズンは岩田からの完全移籍ですから、まあ、気持ちの方は随分違います。そしてまあレギュラー的なところも取れるわけですから、まあ、ここはしっかり幹が入ってきました、まあ、これやっぱりあの中堅、いわゆるここでは一番年上と話をしたんですが、こういう役目ですよね。もうそうですし、ディフェンスリーダーですからね、そうですよね、ここはね、でなおかつここで熱くなってゲームを荒くしてしまうと、はい、大分も自節以降に響いてしまいますからね、はいはい、というか今リードしてるわけですからね、はい、リスクを犯す必要はありません、はい、狙っていきました、シュートです。ジムソンはちょっとこう気持ちが乗ってきています。ただ新潟もこれ2点リードされたわけですよね、はい、でじゃあチーム的にはもう良くなったということかといえば、まだ新潟本来の姿ではないと思うんですが、いやもちろんこれ2点差になったことによって、攻撃陣はより一層ゴールへの意識が高くなると思うんですけれども、その大分の攻撃を防ぐのにまずやはり修正しなきゃいけないと思うんですよね、うん、なのでやはり中盤であったり最終ラインそこのポジションとやはり前線との意識のギャップといったところでこれちょっと中盤がスペース空いてきてますよね、はい、バランスが悪くなっていくとねまた3点目失うというのはありますからね。ありますね。かといってじゃあ前半は0-2でしょうがないというそういう雰囲気でもないですからね。いや1点でも返したいっていう気持ちは必要ですよ。アビーニョ33歳です。しかしここまで見ていると今のファビーニョのボールのもらい方といい、はい、あのエジミューソンにボールが入った時のスペースといい、その守り方からすると何かこう新潟の攻撃が大分の3バックにガチではまってしまっているような感じなんですよね、うんはい、そういう時ってありますよね。ありますね。何やってもなんかねどのシステムがいいとかないわけですよ、しかしそのチームの特徴によってその違うシステムがはまってしまう、それが何かこうここまでの新潟の戦いづらさというのに現れているような気がしますけどね。どんないいことをやっても思い起こせば向こうのペースだったなというのはありますからね、はい、ボールをキープしているからといって主導権を握っているとも言えないわけです。クロスが入っていくとちょっと嫌なボールになりました。中野が言っています。22歳、中野自身はユーティリティサイドバックセンターバックボランチもできます。さあしかしここはちょっと集中しないとね、ここで3点失ったらもうね前半で3点はもう厳しいですからね。ゲームが決まってしまうと言ってもいいんじゃないでしょうか。本当ですよね。新潟は集中です。ショートボール、ここからクロス低いボールが来ました。新潟から言えばせっかく浦和に勝ったというね、はい、で今日のゲームですからこっちで大事なゲームなんですよ ね、 大事ですね、はい、しかも4位というね、うん、位置を考えても、ね、川崎ガンバ浦和といったところはちょっと抜けてますけれども、それ以下4位以下は本当に混戦ですからね。そうなんです。だから今節は浦和とフロンターレということですから、浦和逆に勝ってくれればまた差は縮まるわけですから、はい、長いボール1本右サイド出します。ここも遅らせますよね。いいですよ。谷本から今人がだから推進はまだ出てこないという谷本、中に推進が入っています。
いや本来であれば早いタイミングで貝本のところからクロスという選択もあったんですけれども、はい、でその横にスペースがあるのでいかにゴールに近いところでという意識でパスを選択しましたね。しかしそのパスの選択はいいんですけれども、ボールをもらった選手のコントロールがやはりしっかり足元に収まらなかった分時間がかかってしまいプレッシャーを受けました、はい、なんかこういったところが相手 の、 この守備に対していいタイミングでの攻撃なんですけれども、後手後手に回っているような、攻撃は後手後手に回っていますよね、はい、もう41分から42分になろうとしています。高松から落としていきます。高松、新潟がボールを拾いました。さあここからですね、新潟はここで大分の守備は固まっていきます。この左サイドは得意の場所なんですが、選手右です。でワンタッチ入れて落としてチャンスなのか、嫌な村中にいるがこぼれて、まあ、オフサイドですよね。エジミヤさん、ボールは回ってはいたんですが最後オフサイド。今2列目から中央の選手が右の外のスペースに、ディフェンスの裏のスペースにもらおうという動きはありました、はい、ボールを持ってない選手の動きですよね。しかしそこにボールを入ったとしてもサポートがないので戻す選択しかない。ボールは回ってるんだけれどもディフェンスはそれほど混乱はしてませんよね、はい、大分は。高橋から中に入ります。もうサビが入ったとの動き出しですね。高松、時間はもうあと1分半ぐらいになります。まだやっぱり今のこの状況、前半のうちにこの新潟が1点を返したら結構至難の技かなという感じになってしまっています。確かにイライラしてますね、はい、エジミヤさん。こういった試合展開になってしまうと、もちろん攻撃というのは持続させるべきなんですけども、はい、3点目を失いたくないという気持ちも戦っている選手が出てきてしまうわけですよ、それもやはりより一層中盤でスペースを与えてしまう原因になりますからね、はい、残り1分を切っています。ここは追いつかないか、うんと押してしまいました。5番の梅山、そしてこの20番の高橋、前半は非常にいい動きを見せています。うん、この感じで前半なんか終わりそうな気配ですが、これで終わったらもう大分はね、はい、非常にいい形で終われるということになりますし、気分よくハーフタイム後半を迎えることができますね。逆に新潟は何かそのメンバー交代、それも1枚だけで2枚であったりだとかね、はい、何かこう大胆な策が必要な、何か気持ちの切り替えだけでこの局面を打開できるような流れではないですよね、ロスタイム2分です。45分が過ぎています。なんかこの流れの中で今残り2分で1点取れるかといったら結構難しいですよね。難しいですね。そういった流れを引き戻すという意味でこうセットプレーというので流れ、うん、もしくはもうゴールを狙うことが多いわけじゃないですか、はい、しかしこうね、見てると対応するディフェンス大分は絶対下手な変な簡単にファールを与えないというディフェンスをしてるんですよ、はい、そして大きく蹴ります。これで10分です。高松、松橋、おっと、まあ、残り時間を考えてもボールを持ってそしてファールをもらう、まあ、ベストな状態を作ります高松。残りも1分切りました。ロスタイム約2分です。シルビーニョ、
です、うん、寄せようと思うんですけれども寄せる前にボールを動かしてますからね、はい、大分が。最後は足を下げますがもう時間を考えても十分です。そして長いボール高松が走りますがボールはゴールラインを割ります。ゴールキックになります。時間はなくなっています。24分エジミューソン、35分の松橋、2対0です。大分の2点リード。そして今笛が鳴りました。前半を終了しています。まあ、大分のサポーターから大きな拍手が沸き起こりますが、まあ、内容的にも、まあ、そういう拍手が沸き起こる内容ですよね、はい。まあ、しかしこのいい形での先制点、それも自分たちの流れの中の、はい、でのゴールですよね、で2点目の松橋というのもシュート自体は前半見る限り大分それほどないわけですよ。しかし効果的に点が取れる、何かこう流れの中がそのままスムーズこの 2-0 という結果にも出てしまっていますね、だからやっぱり慌てたようにヘッドでクリアしようとしたボールがクロスバーに当たる、跳ね返って松橋前に、こういうなんか手を見てもやっぱり流れは大分なんだなということなんでしょうかね、はい、という今日のこの、まあ、14節なんですが、まあ、共にそのブレーク明け勝って今日のゲームに臨んでいる、まあ、そういった両チームですが、まあ、しかし前半が終了しました、まあ、前半はエジミューソン松橋君の2点で大分が2点をリード、2対0です。大分そして新潟の一戦ですが、この前半は結局2対0という大分の2点リード。さあそのハイライトをご覧いただきましょう。流れ的にもやっぱりいいところを見せていたこの大分なんですが、このクロスが1本入ってこれはもう完璧でしたね、渡辺さんね。いや本当ね、左サイドからのクロスに対して4人ゴール前にポジション取れましたよね、はい、なおかつ長い距離を走っていたエジミューソンが完全にフリーでした。上崎のボールもいいボールでしたね。やられたって感じですね、これね。まあ、この1点が24分でした。そしてこれ、まあ、だからやっぱこういう流れなんですよね、結局は、はい。まあ、新潟からしてみれば次のなかった、2失点目でしたけれども、決してこれフリーなシュートですけれども、松橋のボレーシュート、はい、簡単なシュートではないですよ。だからある意味やっぱりこういったエリアの中ではすでに気持ちのスタンバイはできているわけですよね、はい、これよしという形のシュートになりました。というこれが35分で、したがって24分35分というところでまあ2点が入りました。シュート新潟1本でしたっけ、ということはあそこだけですよね。エジミューソンのペナルティーボックスの中でのシュートですよ ね、はい、でコーナー2本ずつでフリーキック出ていますが、まあ、警告もご覧のような1枚2枚という形になっています。やっぱりこのスタッツを見てもそうですが、やっぱり完全に大分のペースで前半が終わったわけですよね、はい、したがってこの後半に入って鈴木純監督がまあどういう風な策を与えてくるかというとなりますが、エジミューソンのイライラだけがなんかこう目に焼き付いたなという新潟のプレーでした。さあ後半45分です。右エンドがリードしているホームの大分です。左エンドが2点を追うという新潟でいますが、解説は渡辺一平さん、実況上野明でお伝えしています。曇りから雨もポツポツ、この新潟の、まあ、九州石油ドームなんですが、さあ前半の45分が終わった2対0、その2点を追うというこの後半の45分、新潟がどう仕掛けてくるか。メンバーの交代はないようです。したがってホームのこの大分ですが、キーパー西川です。深谷、三木、上本の3バック、トゥーリオ、エジミューソン、ボランチ、そして右の高橋、左根本、ここがチャンスからボールを出していきます。そしてトップ下梅崎、高松、松橋の通得です。一方の新潟黒白ユニフォーム、下のキーパーです。そして右サイド三田、そして中には、まあ、中野海本がいますが、左梅山です。そして推進の右サイド、左にファビーノで、寺川とシルビーノ、エジミューソン、矢野というクロボランチです。メンバーの交代はありません。2対0というこの2点はどういう理解をすればいいですか、新潟から言えば、うん、まだサッカーにおいてセーフティーリードとは言えないんですけれども、はい、終了してからも言ったように、その 2-0 以上の両チームの差というのが前半45分見られましたからね、はい、
まあ、ハーフタイムでリフレッシュをし、この後半に向けてどのようなサッカーをしていくのか、はい、特に修正点が多く見られた新潟ですから、まあ、そのこの立ち上がりというのも非常に注目したいですよね。新潟が実はこの位置にあるというのは、あのこれ両チームともに得失点というのは全く同じなんですよね。20点取って20点失っているというね、はい、ただその中で新潟の実は前半立ち上がり15分が全く失点なくて、後半の立ち上がり15分もわずかに1失点という、非常にこう安定した入り方はできているチームなんですよね、はい、それが4位にあると思うんですが、ただこの後半はもちろんそれも大事なんですが、やっぱり点が欲しいわけでしょ。欲しいわけですけれども、そのツートップ、矢野貴章、エジミューソン、はい、このツートップにボールが入る、うん、でなおかつ入った後の中盤のサポートですよね、うん、あとはやはりもう少しスピードを生かす意味でも、はい、鈴木慎吾、ファビーニョのところで早く仕掛けられるように、うん、奪った後の前線へのパス、そこも本当に鍵になると思います。だから鈴木慎吾ですね、オーンで帰ってきますが、通したか、これはマカードですよね。しょうがありません。完全に押してしまった上本です。しかし新潟ファールでは止められましたが、はい、こういった仕掛け、まして鈴木慎吾がボール触るシーンというのは全然ほとんどなかったですよね。だから触った時にそのチャンスのシュート1本だったわけですからね、はい、でスピードを生かす意味でもやはりスペースがある時には早く自分から主導権を持って仕掛けていきたいですよね、はい、上本の累積2枚目さあ、そしてここは鈴木慎吾の位置になります。左足ここで出したシュートは、うん、面白い攻めになりました。ここは高松です。狙いが良かったですよね今ね。いや完全に大分は裏をかかれましたからね。ですよね、まあ、普通に考えてやっぱり左足で打ってくるというクロスを上げるという、まあ、そういった判断多かったと思うんですが、横へ出していきました。でもやっぱりあそこでフリー状態は作れるんですが、打った瞬間やっぱり守備がいるわけですよね、うん、エジミューソンのシュートもジャストミートできなかったんじゃないでしょうかね。なるほど。さあそしてここはファミーニョが行きます。マークに行ってる高橋、一旦落とします。寺川からもう一回下げて、あそこはやっぱりなかなか通らないでしょうね。この大分の3バック、前半にも伝えたように非常に中は、おっとこぼれてがエリア中入った、うおっとキーパーサイド西川、矢野が行っています。中は非常に、人数をかけてスペースを消してきますから、どうしても新潟だとしたらサイドサイドで起点を作りたいんですけれども、そこで詰まった時のサイドチェンジ、まだもう少しスピードがあってもいいと思うんですよ、まだショートパスでの揺さぶりなので、はい、どうしてもその時間がかかってしまい、対応するディフェンスもそれほどマークのズレというのは生じてませんよね、ここはまた貝本刑事にイエローカードが出てしまいました。貝本は累積が1枚目ということになります。後ろからということです。トゥーリュー上本、これが大分のイエローカード、三田矢の貝本が新潟のイエローカードになります。ここから面白いボールが来ますが、と足が届かないか、トゥーリューです。深いが行ってました。その深いサイドは今誰もいませんが、ドリブルを持っていきます。うん、ファールがありません。いや落ち着いた対応でしたねディフェンス、で新潟も本来の奪った後のスピードというのが今の攻撃見られたんですけど、はい、どうしても今ゴール前1枚だったので、うん、ファビーニョの選択というのはドリブルで仕掛けるしかなかったわけですよね、はい、ある意味あそこは今だから深谷が前に上がっていましたから、まあ、もちろん開くわけですよね、はい、で対応するディフェンスもやはり数的優位で残っていましたからね、はい、ただ新潟がやっぱ早い時間に点が欲しいというそういう攻めではありますよね、はい、立ち上がりのセットプレーでも惜しい形を作りました、はい、で今もやはり前半では見られなかった奪った後の早い攻撃仕掛けですよね、うん、鈴木純監督、このハーフタイムは1対1に勝つこと、責任を持ってしっかりと、で負けているが負けたわけではない、もう一度行こうというアドバイス。右サイドエジミューソン、
しました。その1対1で負けないこと、これはもうやはり守備においても攻撃においても言えることだと思います、先ほどのファビーニョの仕掛けなんか見てもあそこでやはり抜くことができれば、はい、1点の形を作れるわけですよ ね。でここも1本上げていきますが落とす、ここに誰かいるか、ちょっと長いがシュートになります。悔しそうな表情を見せます。早めに打てる場所にということだったんですが、今入ってきましたが、今も最後は三井がしっかりシュートコース入ってますからね、さあそしてシャムスカ監督なんですが、前半はいい流れで来ている、しっかりマークしよう、攻めのスピードを速くして攻守の切り替えを早くやろうということを言っています。いや非常にいい流れというのも、はい、その流れゲームの試合だけでなく、点という形で2点という点が取れているわけですよね、エッジミューソン、エッジミューソン切り返して投げますがコーナーキックになります。同じエッジミューソンでもこの大分の方のエッジミューソンは非常にこうなんかプレーそのものがゆとりか余裕かなんかあるような気がしますね。もちろん1点取ってゴール決めてますし、守備においてもそうですが、今のようにゴール決めたシーン同様前に飛び出していくときの思い切りの良さ、非常にバランス取れてますよね、今日は。高松根本が蹴ります。飛び込む、おっとこれてるな、三木です。大分は8シーズン目、7シーズン目になります。2000年からです。その後の大分7年目、8分が過ぎています。まあ、ただまあ監督の指示を得た両チームの選手なんですが、まあ、そういう気持ちはもちろん出てるわけですよね、はい、あとは新潟とにかく3対0になってしまうとね、かなり厳しくなりますから、なので本当早い時間帯でのまず1点返す、それが本当先決だと思います、無理に今この 2-0 という展開は大分は前に出る必要はないと思います。サッカー自体を変える必要はないと思います、逆に新潟は何か一つ変えなきゃいけない、そういった意味でも立ち上がりからこの後半はシュートのシーンも作れていますしね、と笛が鳴っています。鈴木慎吾、この前がかりになってきた新潟の攻撃サッカーに対して大分がこのピッチの中で選手が考えてどのように対応していくか、そこが本当に鍵だと思います。鈴木慎吾も、まあ、年齢的には28歳という中堅の子になりますが、あのオールスターでもいいプレーがありましたしね、はい、クロスが入ります。まあ、オシムの目に留まりそうな選手でありますよね、まあ、頑張りますし運動量豊富ですから ね、はい、ですが1本入っていきますが、ちょっと長いか、まあ、運動量豊富というのはオシムは非常に好みますよね、当然ですけどね、頑張れる戦える選手ですよね、矢野、そして寺川、寺川も31歳経験豊富です。横浜 F マイナス、まあ、前の横浜マイナス、そして市原、そしてまあ新潟、そして大分で、またこの新潟に戻ってきています。まあ、2003シーズンは大分でもプレーをしています。スタミナは持っています。寺川、ここも取りました。いい守備になります。そして攻撃、イミソはどうするか、うわ、簡単にはいきません。最初のタッチの時エジミューソン左足のシュートという選択もあったんですけども、はい、やはり角度がない分中に切り返しましたね、でディフェンスも遅れていたので飛び込んだんですが、やはりその後のカバーリングというのも距離感がいい分、非常に速いですよね、シルビーニョ、キーパーでの石川です。谷本が上げる、そのまんまラインを割っていきます。
ただまあ何かをやろうとしているこの姿、新潟の各選手伝わってくるものは非常にこう後半スタート出てるんですよね。で前掛かりになることによって前半にはなかった敵陣でこうフリーキックをもらうシーンが多くなりましたよね、はい、ここはやはり相手が出てきたことによって大分の方のディフェンスが少し戸惑いというのもあると思うんですよ、それと貝本圭司がやたら映ってきますよね、はい、まあ、今セットプレーの流れからでしたから、しかしまだ両サイドといったところでファビーニョ、鈴木慎吾のタッチは少ないですよね。なるほど。かといって今この時間帯は本当逆の高橋根本には行っていないわけですからチャンスはどんどん来てもいいのかなと思うんですが、はい、90分間各ポジションで主導権を握るというのは難しいと思うんですよ、はい、そういったところでやはり駆け引きが生じるわけですけれども、うん、この自分たちの流れの時にいかにまず1点を返すことができるか、はい、これがやはり同点であり逆転につながると思うんですよね、新潟としたら、7節以降は5勝を挙げて1分けの1敗という負けが1つだけ、うんと、ただまあこの負けというのも実は9節の、まあ、4月の23日に遡るんですが、まあ、福岡に2対0で負けたというゲームです。アウェーが2勝1分けの3敗できています。新潟やっぱり最初に話が出ましたがホームはやっぱりたくさんのサポーターがいますから非常にこう力になります。ホームでは今5勝1分け1敗という非常にいい数字を残していますが、このアウェーで勝てるかどうかやっぱり本当に上位に食い込むかどうかですよね。そうですね、でその雰囲気の中で気持ちが入った時に結果が伴えば勢いに乗るチームだと思うんですよね、しかし一度こうリズムを崩した時にまだこれから強くなっていくチームなのでその立て直すことが非常に難しいと思うんですよ、はい、ゴール前キーパーにしか取りました。うん、ここは粘りました。しかしボールが出ていますが推進後これはもう少しこううまくやっていきたいですね、うん、雨が降ってきたので多少このピッチがスリッピーになっているとは思うんですけどね、しかしシルビーニは前線にくさびを入れた前半にも何本かあったんですけれども、うん、そこに対してボールを持っていない選手の動き出しというのがこの後半見られますよね、はい、その動きに対して大分がやはりこの3バックちょっとパニックを起こしているような感じもします。やたら映る形が増えてきました。ということは当然新潟のチャンスも増えるということでしょうけどね、はい、あとはもう本当ラストパスの精度でありフィニッシュの正確性だと思うんですよね、はい、新潟6年目浦和あるいは京都でもプレーをしていた推進、本当にもう大分が今日のゲームそうだったように、はい、自分たちの流れでやはりそのゲームが進んでいるその時間帯に点を取るというのは、本当普通の1点とまた違いますからね、それとやっぱり大分に関しては高松、どうだ、指差してますか、 PK マークを指してますね。いや高松のうまさが出ましたね、今ペナルティーボックスの中で、という貝本なんですが、高松に入ったボールに対して貝本のアプローチなんですけれども、はい、ここを半身でしっかりブロックし浮き玉ですけどうまく対応したところ、思わず足が出てしまいましたね。中野がまず行った、その後にスーッとこの貝本が出てきた、そこで貝本のファール、エリアの中 PK ということになりました。2人で挟みに行くまでは良かったんですけれども、貝本もやはり飛び込んでしまったがためにその変化に対してついていけませんでした。ただこれ決まるとかなり新潟厳しくなりますね、はい、しかもリズム的にはなりつつあったんですが、さあ高松が自らボールを蹴ります。キーパーの北野です。3点目が入るか、あるいはこの3点目を防ぐのか、大きな1点の攻防です。
高松シュート来ました。3対0です。高松今シーズン4点目。これは大きい1点ですね。いや大きいですね。後半の頭から新潟が前がかりになり、まず1点返そうという気持ちが、フィニッシュまで持って結果に現れていますよね。あとゴールに結びつかなかっただけで、いい流れでこのゲーム後半入れたんですけれども、ワンプレーでまた大分ペースに流れをぐっと引き戻すかのようなこの PK でした。そういうことですよね。高松が PK を取りました。そして自らボールを蹴ってシュートゴールインです。3対0、61分。しかしこれ梅崎のアシストで2点目は松橋、3点目高松、はい、また攻撃陣が今日のゲーム結果出してますね。そうですね、はい、こうなったら新潟 もちろん3点取って同点という取らなきゃしょうがないんですが、まあ、一つに考えられるのは、早い時間から動くようなメンバー交代というのは必要になるかもしれません、はい、1点ではなくこれも3点取らなきゃいけない状態ですから、まだ後半も、まあ、アディショナルタイム入れれば30分近くあるとは思うんですけれども、こうリスクを犯してでも前に行くような形は取らなきゃいけませんよね。多少バランスは崩れてもですよ ね、これね。なので、まあ、よりベンチワークが面白くなる時間帯ではありますけど、はい、新潟のサポーターです。裏に立って活気づいて、そしてこの大分に乗り込んで今日ももらうという第4位のチームなんですが、なんと3点を失っています。ともに20得点の20失点という全く同じ同数、まあ、得点失点だったんですが、なんとこのゲーム3対0。大分は随分余裕が出てきました。あとはこういうゲームだからこそ失点をしたくないというのがありますよね。ありますね、はい、梅山です。いやでもブレイクが明けて、そしてセレッソに2対0で勝って、でシャムスカ監督もこのディフェンスの強化というのはうまくいったという話をしていましたが、まあ、その強化したうまくいったのが2対0の完封で勝ったという、これも大きな自信でしょうし、そこへまた今日あたりもこれ完封で行くようなことになれば非常に面白い存在になりそうですよね。昨シーズンもね、シャムスカ体制になってから非常に好調であった大分ですけれども ね、逆に浦和に勝ったからこそやっぱりね、勝っていきたいというこの新潟なんですが、まあ、しかし上位であったり、その先ほど言ったようにこの3位以下のチームというのが、はい、毎節波があるので今シーズンこんなに混戦になっていると思うんですよ、そういった意味でその波のあるチームがひしめき合っているその注意を抜け出す意味でもね、はい、実選手一人一人の自信につながると思いますしね、大分はここの連勝をすることによって、松井監督はこの後を見てもこのゲーム終われば鹿島、横浜、千葉ときます。決して楽ではありません、まあ、大分もでもこのゲームが終われば次浦和なんですよね。そして川崎、福岡という、ここも浦和、川崎あたりのね、なんか一つこうキーを握りそうな対戦が待っています。気持ちの切り替えとよく言いますけれども、ね、勝って迎えるのと負けて迎えるの全然違いますよ。でシャムスカになって去年考えたら浦和に勝ってからですよね、はい、一気に連勝街道だったんですか。そうですよね、来ましたね。寺川を下げました。松下を投入です。まあ、途中のまあ登録という選手になるんですが、まあ、6月の9日ガンバ大阪からレンタルで、まあ、この新潟に来ています。まあ、ガンバ大阪4シーズンです。昨シーズンは14試合出ているんですが、まあ、非常にこう身体能力の高い選手なんですが、なかなかのガンバにいてやっぱりレギュラーを張ってというわけにいかないわけですよね。あそこも攻撃陣は非常に強力なメンバー揃ってますからね、うん、そうするとレンタルで一旦外へ出て、まあ、出場機会を求めてということですよね。まあ、選手たるものそういった選択は必要になってきます、はい、ただ、まあ、鈴木監督も寺川を下げてこの松下投入ですから、これを意図するところはどの辺になりますかね。いやもちろんもう1点返すということだと思うんですよね、はい、後半の頭よりもより一層攻撃的なサッカーにはなると思います、うん、はい、でなおかつ松下がこの2トップに対してもしくはゴール前に飛び出していくシーンというのが増えると思うんですよ、相手が動いてきたときに今まではなんとか対処してきましたけども、はい、大分の3バック中盤を含めたディフェンスがこの投入に対してしっかり早い時間帯にアジャストしていきたいですよね、でこの人ももっと出てきてほしいですね、はい、矢野
フラストレーション溜まってますね今日はこの2トップは。でしょうね。3対0です。ヒットしません。矢野のヘッドです。185センチ、まだ22歳です。シルビーニョ、手に当たりましたか。期待の梅崎、うわこれやっぱり嫌ですよね。高松、ここも通るか。囲んで、そして新潟のキープになります。さあここからスピードアップしたいんですけれども、はい、あーっと出ちゃった。一つ歯車が噛み合っていないかのような、はい、いい時の新潟奪ったとまず立てますが、そこから前へ前へというスピードが生まれるんですけどね、はい、ボールの失い方というのも前半であまり良くないですね。面白いが、まあ、それとやっぱり3点目を失った形が PK ですよね、はい、なんか気持ちの上でちょっと慣れてしまうのは気持ちにもなっちゃいますよね。でなおかつセンターバックとしたらあのマッチアップしている高松に完璧にしてやられたわけですからね、はい、素晴らしいプレーから PK をもらった、うん、PK を与えてしまった、そのプレーに対する、まあ、ショックというのは多少あるとは思います、ね、シュートになりました。しかもエディミルソンのシュートです。あと今のような距離からのシュートというのはワールドカップでかなり注目を集めましたけど、今日のゲームに限ってはそれほどないですよね、はい、まあ、ある意味こうやっぱりボールの特徴を生かしたプレーと言われたわけですよね、はい、なんかやっぱり今回のワールドカップに関してはそのサッカーをちょっと変えた感じがありますよね。本当そうですよ ね, ね今までとは違ったゴールというのもたくさん見られましたし、明らかにそのシュートレンジの広がりというのも感じました、なので守るゴールキーパーを含めたディフェンスもね、はい、よりそう大変な感じにはなりますよね。スピードが揺れてくるわけでしょ、はい、キーパー大変ですよこれ。ジュニーノのキック、カウントも消えたというくらいのキック、ああいうのがどんどんあったわけですからね、はい、下げます。ここは余裕があります。ボール矢野起床ですが、一枚カードをもらってますから、はい、少し冷静になりたいですね。無茶はできませんね、ここも下げます。上本サイドを変えます。控えがいます。しっかりしています。そして打線に上がっていく、おっと逆サイドフリーですよ。どうするといい形作りました。最後梅崎、縦の関係でのワンツーですけれども、ダイレクトが続き右サイドの展開理想ですよね、はい、ディフェンスどうしようもないですよね、簡単に来られるとね。でなおかつ手数がかかって時間がかかってしまった分、新潟のディフェンスも揃っていたんですけれども、はい、引いたディフェンスをこうやって崩すんだよというような手本にもなるような攻撃でした、はい、高松飛ぶシュートは取りました。だからやっぱりサッカーというのはシンプルにとよく言うんですが、やっぱりあのアルゼンチンの二十何本とは言いませんが、はい、やっぱり F に繋いでいくというのはね、非常にチャンスは広がるわけですから。でシンプルなほど、ボールを持っていない選手の量、動きの量であったり質、うん、はい、運動量というのは非常に求められるんですよね、止まっているだけでボールは回りませんから、はい、でなおかつ相手のディフェンスは崩れませんから、うん、西川行きました。本当にこう安定感を増しています。20歳の西川、183センチです。今日はもうそれほど、
エジミソン行きますが西川、それほど西川自身のプレーに見せ場はないですけれどもね、はい、若いですが昨シーズンでの起用というのが相当自信につながってますね。そうでしょうね、昨シーズン20試合ファビーニョ、おーっと面白いボールが出た、シュートはあっと鈴木慎吾の左足、なんかでも推進を持っただけであの青いユニフォームがなんかものすごい勢いできましたよね。いや、いいボールでね、得意の左足に切り替えた、はい、そのシーンだったんですけれども、中盤のねこのエジミューソン、よく最終ラインに戻りましたよね。ですね、危機察知能力と言いますけれども、はい、まさしくそのような早い対応でした、はい、屋根が閉まりましたね、まあ、雨が降り出しましたからね、はい、ですから玉足もちょっと早いという話もしていたんですが、まあ、そういうことでこの九州石油ドームなんですが屋根は閉まっています。しかしナイトゲームで湿気もありますから、そうなんです、まあ、四つでもより一層濡れた局面というのはこのピッチ変わりませんね、うん、はい、さあここもトゥーリオと根本がいますが、トゥーリオそのままキーパーです、北野、まあ、屋根のあるこのドームですから、あの天気予報あたりをこのドームならではなんですが、いわゆるこう曇りのち雨のち屋内という感じになっていくんですが、その屋根が閉まりました。おーっとワンツー、うん、この辺も深谷のこの感覚といいましょうか、いい攻撃でペナルティーボックスに入ってくる回数は新潟増えたんですけれども、鈴木監督のハーフタイムのコメントであった、その1対1で勝とうという、その1対1の局面でまだ勝ててないんですよね、はい、逆になんかその局面は置いたのが勝ってるんですよ、ね、なんとか最終ラインで食い止めてる、シュートはしかし確実にこの前半で修正点に挙げられたその攻撃面においてフィニッシュまで持っていく形、ペナルティーボックスに入る回数っていうのは増えましたからね、だから上がって、そして矢野の頭です。新潟は続けていくべきですし、逆に残り時間大分はここ修正しなきゃいけない点です、はい、まあ、今も矢野のヘッドなんですが、やっぱり深いが邪魔になるんですよね、ヒットできないという上背はありますけれども、競り負けてはいるんですけれども、はい、しっかりそういったディフェンスの面において体を預けてますからね、自由にはさせていません、ああいいボールが出ます。そして松橋が行きました、カイムとかマークに行きます。そういった状況ですよ。松橋。しかし取られてもこれ前からのプレス行くのでね、はい、いい形で前線につなげられませんよね、新潟も。結構こうなっちゃうんですね、はい。サイド大分のプレーになります。根本から。もう一回根本。ここが遠い位置になりますが。いいですよ。狙っていってシュートはポスト。うわー、目先。ワンツーワンツーで仕掛けてきたこの大分の攻撃に対して、やはり今もトゥーリオから梅崎にボールが入った時点で、あ、エジミューソンですか、で走っていったので、はい、完全に梅崎に対するマークがフリーになりましたよね、今梅山の右サイドというボールから離れた位置を狙って曲げてくるんですね、はい、でポストですよね、はい、そしてここはラファエルですね、高松今日 PK で1点を取ったんですが、その高松を下げました。そして、まあ、新しい顔になりますがブラジルラファエルを登場させます。高松は3点目を取るね、はい、PK を演出したあのプレーで本当ごめんじゃないですか、ね、そうでしょうね、いい仕事しました、はい、でこの人ラファエルがどういうプレーをするか、今日これ初めてになりますからね、ここがキーパー北野、あの3対0というリードした場面ですから、ラファエル自身も全くね、ノープレッシャーでプレーはできますよね、はい、ゴールに専念はできますね、はい、そこへボールが出ました、うん、あー止まれた、これシュート、いや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 、今日1点を取っています。この辺の
ボールさばきというかラファエルどうですか。うん、まあ、やはり上背があるのでポストプレイヤーというのは分かるんですけども、はい、うん、まあ、まだ何とも言えないですけどね。まあ、確かにね、出たばっかりですからね。まあ、ブラジルジュベントスでもプレーをしていた、まあ、ストライカー、まあ、しかしデビュー戦としたらいい局面でこのラファエルを使えるような展開にはなりましたね、小田は。シャムスカ監督はどういう状況の中で出そうかなとあったと思うんですよね。はい、絶好の形じゃないですか、流れ的にはね。はい、もちろん外国人として頭から使いたい、前半の頭から使うこともそうですし、はい、また今日とは違う負けた状態、点を取らなきゃいけない局面で、展開で使わなきゃいけない、はい、まあ、これから試さなきゃいけない局面はたくさんありますけれども、ね、まあ、そして今度は新潟の方が梅山を下げますね。田中アトムが今スタンバイしていました。まあ、この田中アトムも、まあ、昨シーズンはもちろん特別指定選手だったんですが、まあ、18歳という年齢を考えてもゲームメイクもできますし、まあ、非常にこうプレーの幅も広がっていますし、やっぱりアンダー21という世界を考えてもね、まあ、注目したい一人ではありますよね。そうですね、昨シーズンは指定選手、はい、高校生でありながらプレーもしていますし、うん、特に反町監督の下ですから、はい、梅山を変えたことに3バックになる可能性ありますね、これ新潟ね。もう完全にやっぱり 3点差ですから点を取らなきゃいけないわけで、はい、そういう状況が作ってくるわけですね。松下そして田中という攻めの選手を入れたわけです。ただやっぱりバランスってよく言いますが、攻めの選手が増えたからじゃあ点になるかといったらなかなかそうはいかないという、逆に前線に人数をかけることによって自分たちへ、はい、その使いたいスペースを消してしまう恐れもありますからね。3対0、でも3点差はいかにもやっぱり大きいですね。いや本当それだけ3点目の PK が大きかったわけですよね。ラファエルのシュート、今日の大分はこのラファエルが今入っていきましたが、内村山崎のフォワードがいます。で今日スタメン高松松橋でしたから、この辺のなんかこうライバル意識というか競争も激しくなりますね。投げれますがクリアです。フォワード陣のレギュラー取りもこれ面白そうですね。面白いです ね、結果を出しながらもこれレギュラーを保証してないというメッセージもなりますから ね、まだ点になっていません。そこに外国人を補強したとき同じポジションにいる選手というのは危機感を感じるもんですよ。でしょうね、はい、俺がいるのになんでって気持ちになりますよ。やはり即戦力といったところでチームは考えて選手を取ってきますからね、はい、おっとファールだ。シルビーヌのファールです。今も戻りながらのボールキープなので、うん、ファールを与えるようなシーンではないんですけどね。無理にアプローチに行ってね、トゥーリオ30歳、ラファエル、トゥーリオ、ジミューソン、ブラジル。根本がいます。左足、ここはもう直接狙うには、はい、距離もそうですし角度もいいですよね、左利きには。北野23歳、186センチ、4シーズン目です。新潟ハイボールには非常に強いキーパーです。左足でもと、おお、いい低くなりました。あと10分ですよね。まず右に開いたファビーノが行く、持っていく、ファビーノを狙ってシュート、コーナーです。ああ、確かに30秒あれば1点が入るというサッカーですから、まだもちろん3対0という次の1点、3対1になればわからないわけですが、
簡単にクリアされます。そして攻めに入るレジミエソン、ラファエルがいます。見え出しました。さあこれ仕掛けますよ、はい、いいボールだ、シュートはと入りました。オフサイドじゃないですか今のは。本当だ、フラッグだ。流れは良かったんですがね、一瞬早くディフェンスよりも前にポジションを取ってしまいましたね、はい、さあこのいい流れですね、トゥーリオからこの後ですよね。おっとその前にこれはチャンスです。シュートは西川取っていますが、まあ、でも新潟市は本当助かりましたね。助かりましたね。そんな4対0じゃね、本当に終わっちゃいますから、まあ、それだけリスクを犯してでもという、はい、まあ、セットプレーの流れでしたけどね、そして大分の方がもう2人スタンバイしております。あ、山崎30番、26番の内村というこの2人です。梅崎の番号ですね、21番、それから松橋の番号がありました。まあ、時間を考えてもまあ攻撃的な選手よりは多少守備も意識したいということもありましょうか。というのもまあ勝っている状態、残り時間を考えればセーフティーと言っていいと思うんですけれども、もうここで3枚のカードを切るわけですよね、そうなんですよね、これも面白いですよね、もしかすると何か怪我人でアクシデントがあるかもしれないというのも、1枚最後まで残しておくし、特に勝っているチームの監督そういった選択がありますけれども、うん、抜けました。いや、おーっと西川狙いましたか。まあエジブリソンらしいところですね。ストレス溜まってましたからね、ここまでね。ただやっぱりいいキックなんですよね、あれもね、西川に感動していますが、ですからこれ松橋、梅崎を下げて、ただのラファエル入れて、山崎入れて、内村つく、全部フォワードなんですよ実はね、はい、歳の山崎です。横浜から昨年途中に大分に来ました。そして内村です。あ、内村は大分高校の出身です。さあそしてここはコーナーです。3対0、いかにも大きなこの3点差、まあ、しかしサッカーですから1点ずつの積み重ねで、ここでファミーニを下げます。岡山投入です。名古屋12年、まあ、この人も一人得点にこもった選手です。岡山、まあ、共に3人の交代を終わりました。さあそして落とす、うん、もう岡山とのヘディングですけども、うまくね、深谷が体をしてましたよ、貝本も非常にそういった意味のこう強さを持っているんですが、はい、今日はやっぱりそのヘッドを打っても足元もそうですが、必ず誰かがいってるわけでね、はい、完全にフリーな選手を作っていません、まあ、それだけゲームに集中できている、はい、集中できる試合展開でもあるんですけどね、大分にとってみれば、いやだからブレイク明けでセレッソ2対0で、今日もこれこのまま3対0で終われば2試合失点なしでいけるわけで、裏戦あたり非常に楽しみになりますよね、はい、休み明け2試合で攻守にわたって結果が出ている、はい、で 結果も見てもそうなんですけれども、90分通して今日のゲーム見てもここまでは本当にいい戦い方してますよね、はい、駆け引きであったりだとかね、非常に落ち着いたプレーというのが多いと目立ちます、それとやっぱりラファエルを使うことができた、そしてまた山崎、内村、まあ、フォワード陣をもう総入れ替えという格好で出しているわけですが、裏戦を考えても点を取って勝たなきゃいけないわけで、威力を試せるのもいい3対0ですよね、はい、あ、根本行きました、裏を取ります、ラファエル、おっと出してない、なかなか行っていますが、ラファエルこの辺はどうする、もう一人いませんでした。あと残りも4分です。3対0。
根本、新潟は厳しいゲームになっています。今日のこの第14節、まだ持っています。おお、このシルビーを見ても私にボールに行ったわけで、おそらく、まあ、やられた方はね、なんだって気持ちあると思うんですが、山崎、いらだってますね。でもやっぱり新潟は、いやもうそれが全てだと思います ね、今のプレーだけでなくね、はい、さあそしてチャンスになりました。根本が蹴ります。コーナー上がる、そして打ってシュート入りました。4点目が入った高橋のゴールインです。これまた綺麗に決まりました。サポーター大喜びです。なんと4点が入りました。このホームゲーム、いや今のヘディングも高かったですけどね、178センチあります、まあ、特に大きな選手ではないんですが、これ叩きつけました。そしてマッチアップ、そうですね、だから結局やっぱりこの差もあるんですが、ヘッドはやっぱり自由に打てますし、逆に新潟がヘッドを打っても必ず誰かが邪魔をしているというこの違いです。あとですね、はい、今マッチアップしての松下なんかも途中出場じゃないですか、そういったところでマークの確認であったりとかね、僕も多少興奮気味なんですが、完全に足すくわれましたか ね、はい、だから岡山が、まあ、起こそうとしたんですが、失礼、内村としても冗談じゃないというような感じで手を振り払っています。しかし4対0になるとはちょっと思っていなかったですけどね、はい、前半はね、それぐらいの差は内容的にはあったんですけども、はい、後半の頭になんとかその残り時間にかける気持ちというのでね、光が見えてただけにね、 PK が痛かったですね、本当あの3点目は大きかったですね、はい、激しいプレーになりました。岡山行っています。ああいう風に持たせたら持ちますからね、時間を使っていきます。このエジビューソンのプレー、4対0です。まあ全くもって無理に攻めることはなくなりました。本当4点目でも本当切れてしまいましたね、新潟は。そうでしょう、はい、時間はあと残り30秒です。でこういった展開だけは本当ベンチ水監督も避けなかったとは思うんですよ、はい、まあ、敗戦といった意味で負けるという意味はしょうがないとは思うんですけども、気持ちの切り替えをする意味でもね、こいつ切れてしまったのを、もっと上げてここは打てないか、シュートまで行きたいですね、シュートで振る、落としてシュートだー、と西川正面ですか。いい折り返しでしたけどね、これはだから新潟が出たらすごくいい形ですよね。そうですね、しかし今のプレーなんか見ても、うん、突きというのも両チーム勝敗を分けてますか ね、2点目の松橋のボレーシュートといいね、クリアすればバーに当たって跳ね返って松橋がゴールに、今のように完全に捉えた感じなんですが、キーパーの正面、ロスタイム約3分です。いいでしょ、って中に、あー、オフサイドですね、打っていい、あの距離はもう十分シュートレンジだと思いますし、はい、ね、ただまあ初めてのこの J というところで、なんかこう味方に対してもね、多少エンド勝ちというか、そういうところがあるかもわかりませんが、あとピッチが少し緩い分、シュートの選択を避けたかもしれませんし、でもなんかどんどん行ってほしいですよね。そうですね、まあ、その行っていい展開ですからね、大分としたら、はい、そういった局面、絶好の局面で、
この新加入のラファエルを投入しているわけですから、でストライカーと言われているわけですよね、はい、そうするとあの辺が見せ場なんですね。でセンターフォワードストライカーがラストパスを出すというのは、その前にシュートを打つからこそディフェンスは寄せに行く、裏のスペースが空いてラストパスが有効になるわけですよ、まず相手にマッチアップするディフェンスにシュートという意識を持たせる、そうですね、はい、それは必要なことだと思います、はい、まあ、時には優しさも必要なんでしょうが、はい、新潟点が入らない4対0。ここからクロスが入っていく、飛び込めないか、深谷が出しています。田中後に持っていきます。ロスタン約3分、もうあと1分ぐらいです。ロングスローゴール前、打てるか打たないか、こぼれています。出します。時間はなくなっています。今日の14節大分トリニータアルビレックス新潟、高いバウンドは西川、ここは接触していますがしっかりボールを取っています。西川です。ワールドカップが終わって、そして明けてその代表監督も変わった、そういった中でなんかこう選手のモチベーションも随分高くなっている、非常にあの各その試合を見ても緊張感のあるゲーム多いですよね、うん、いや本当ね、日韓の時もそうですし、フランスの後もそうなんですけども、2年後に若い選手としたらやはり北京というオリンピックがあるわけじゃないですか、ありますね、で非常に漠然とした4年後のオリンピックではなく2年というのは本当にあっという間に来るというのは選手分かるわけですよね、そういった意味で非常に高いところで、目標を持てて、モチベーション高く日頃の練習から取り組めることができるというのは、ね、若手にとってはプラスですし、横一線ですもん今、ね、はい、そこで結果出せば A 代表というのも十分出てくるわけですからね、本当に底上げをするには絶好の年と言ってもいいようですね、そして今笛が鳴りました。4対0という大差です。大分が勝っています。エディミルソン、松橋、高松、そして高橋、まあ、ゲームの最中も言ってますがこの61分の高松の PK、 これが本当に流れを全て変えました。変えましたね、あの時間帯はやはり新潟ペースで後半の頭からいいリズムでフィニッシュまで持っていくシーンが多かっただけにね、あのワンプレーでまた大分に流れを引き戻しましたよね。そうですよね、だから前半は流れのいい大分がそのまま点にしてしまったんですが、後半は流れの良かった新潟が逆にセンターバック2人で PK を与えてしまったという、まあ、これでゲームは完全にもう変わってしまいました。したがってブレーク明けは2戦連続の完封の勝ちですね大分、はい、シャムスカ監督の表情和らいでいますが、だからあのブレーク中にやってきたことがこの2戦は全てうまくいったと見ていいでしょうね。特に今日の、ゲームというのは内容も全てにおいて合格点ではないでしょうかね、という今日はこの後はヒーローインタビューになりますが、松橋あたりが出てくるんでしょうか、聞いてみましょう。本日2点目を挙げました松橋選手に来ていただきました。欲しかった得点ですがちゃんと詰めていましたよね。ゴールシーンはいかがでしたか。そうですね、まあ美味しいところにこぼれてきたんでしっかり決めようと思いました。ご自身は2試合連続の5得点目です。このことについてはいかがでしょうか。そうですね、まあしっかり、まあ、得点できているということは、まあ、チームの状況とか、まあ、周りの人との連携とかもいいと思うんで、まあ、これをどんどん続けていきたいと思います。この好調なのは何がポイントなんでしょう。そうですね、まあチームとしてしっかりやることができていると思うんで、まあ、そういうところで、まあ、ミスが少なくなったのと、まあ、戦う姿勢が出ていると思うんで、そういうのが良くなったと思います。チームは4連勝中ですが、次節へ向けての意気込みをお願いします。そうですね、次もしっかり勝ってまた上位に食い込んでいきたいと思います。では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。次も頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。
勝った大分はこれで7勝2分けの5敗です。勝ち点が23と伸びています。一方の新潟は7勝2分けの5敗、全く並びです。そして勝ち点23。ただまあ4対0ではこれ得して一気に差が開きましたね。そうですね、今日の結果で両チームの順位が入れ替わりましたよね、いやしかしこれもね、いい形でしたよね、松橋の突破から詰まったのでサイドからのクロス、時間がかかったがために、エジミューソンが飛び込めるだけの時間を稼ぐことができた。これ次の松橋です。でいいところに、ね、溺れてきたと言いましたが、これ決めるのも浮き球ですし難しいと思いますよ、だから時間としても24分35分いい格好でこれ2点取ったわけですね、はい、追加点もいい時間帯でした。そしてここですね、いや本当にうまかったですね、貝本のファール、まあ、PK はしょうがないですけども、入った時点で半身の高松、こういった体の使い方っていうのも成長しましたよね、61分のゴール3対0、まあ、これで勝敗的にはもう勝負ありだったんですよね、はい、まあ、そして87分にもう1点取ります。もうどこかね、新潟としたら切れてしまっているような場面もありましたから、この4点目というのは非常に高橋にとってはいいゴールでしたけど、次節につながるゴールでしたけれども ね、いや若い選手も非常にこう気持ちよく動いてますし、これ大分から言ったら次の裏の選手非常に面白いですね。面白いですね、本当根本であり高橋といったこの両サイドは今日のゲームも流れの中で絡んでましたしね、ゴールを挙げたアシストをした結果を出していますから、この次のゲーム浦和戦に向けて弾みになった今日の勝ち点3だと思います。6位の大分、7位の新潟です。ガンバが暫定ですがトップに立ちました。まあ、なんか来るとこは来たなという感じになりましたね、これね。しかしまあ混戦は変わりませんよ ね、ですね、この辺はね、新潟も次鹿島なんですよね、はい、やっぱり大事にしたいですね、しかしなんか次節以降中3日でこの嫌なゲームを気持ちの切り替えができるか、そこが本当ポイントだと思います。せっかくおそらくサポーターがいればせっかく浦和に勝って勢いがついたはずなのにアウェイに乗り込んで負けてしまったという、このアウェイをどう戦うかという一つのまあ課題は残してしまったわけですね。そうですね、まあ、しかし4点差という、まあ、大差だったんですが、まあ、大分はホームで非常にいいゲームをしたという、もう大満足のサポーターということでしょうね。いや本当にいいゲームでした、ね、今日のゲーム解説は渡辺一平さん、実況上野明でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。ボーエスサビトリアUma vitória difícil, a gente sabia que ia ter um adversário forte pela frente, vinha motivado de uma vitória contra Urawa e a gente sabia que o jogo era difícil, mas nós fizemos uma das melhores partidas até então desse ano pela J-League e por isso a gente saiu com resultado e um placar merecedor. Né? Kyo no shiai aite wa...前試合浦和とやって本当に、浦和に勝って今波に乗っている素晴らしいチームでした。でその相手だからこそやっぱり今日の試合は本当に大変な試合になるということはもう試合が始まる前から分かっていました、だけどもうちは本当に、素晴らしい集中力でしっかりと戦ってくれて多分今大会で今回のシーズン入って一番素晴らしいゲームができたと思います。Bom, a gente agora ficou na... com esse resultado, a gente ficou na sexta posição e amanhã a gente pode, a depender dos resultados, o Shimizu ainda pode passar e a gente fica em sétimo. Então, com esse resultado a gente melhora a nossa classificação e agora o pensamento é no próximo adversário, né? No Urawa, para que a gente possa continuar somando pontos na tabela.それと、今の段階では、今現在6位なんですけれども明日の清水の試合次第では、7位にもなることもあります、だけども、もう次回の試合、浦和戦のことをしっかりと頭に入れてもう準備していきたいと思っています。E uma acrescentando também o que tem feito a diferença nesses dois jogos que a gente fez.A vibração né, com que nossa equipe está entrando, com a disposição que a gente está entrando para buscar o resultado. Todos os jogadores estão bastante determinados desde o início do jogo e a gente está conseguindo, ao contrário do primeiro semestre, onde a gente fazia um primeiro tempo bom, um segundo tempo, ou fazia um primeiro tempo ruim, um segundo tempo bom, a gente está conseguindo uma regularidade né, por essa atitude
de todos os jogadores da equipe. それと、まあ、今回、後半戦に入って、もう2試合やったんですけれども、この2試合の2試合と、前半戦にやった試合で大きな違いというのは、まず選手みんな、グラウンドに出ている選手、出ていない選手も含めて同じ考えで同じ気持ちで、試合に臨むことができた。後半戦に入ってまずチーム全体がまずそのどういったんですか、その波をしっかりとこう持続できるっていうんですかね。でそういう点でやっぱりそのうちのチームは今うまくいってる、そういうふうに考えています。はい、ですね、まあ、非常に残念な結果でした。まあ、前半からやっぱりコンディションが非常に良くなくてですね、まあ、大分さんが非常にこう、前へ前へっていうプレーをしてくる中で、こちらはなかなかプレッシャーをかけれずに、そしていい形で、ボールを失うっていうことが多くてですね、まあ、全く前半からゲームをやることができませんでした。で、まあ、後半に入って、まあ、ちょっとマークの仕方を変えて、出直したんですけれども、まあ、あまり状況は変わらずに、まあ、少しは盛り返すことはできたんですけれども、なかなか うまくいかずにですね、まあ、こういう結果になってしまいました。まあ、コンディションの問題もあるんでしょうけれども、やっぱり気持ちの部分でもう足りないところがあったのかなっていうふうに、思っております。まあ、今日は本当に何もできずに、できないゲームでした。大分さんが我々よりも順位的には確かにそのやる前は下だったかもしれませんけれども、力の部分を考えるとやっぱり、素晴らしいサッカーやってますし、まあ、しっかり戦わなくちゃいけない相手だったということです。まあ、そのだからといって気持ちの部分ですごくダメだったっていうことではないんですけど、やっぱりコンディションの面とその気持ちの面がうまくマッチしなかった結果が、そういうふうになったのかなというふうに思います。